ったと思うよ。私幸せなの、そうでしょ、じゃあもうそうでしょって言えばいいのにさ。そうなんか。でそういう言い方しないの？ねえ、そうでしょ。ジョーが言ってよってこの子言うんですよ。言ってほそうじゃしいなくの。て、まあ言っ自分はてじゃあほどうしい。なのよ。まず最初に、私ね、すごくここで幸せなの。ね、じゃあもう幸せでしょって言えばいいじゃん。どこがいるから、アメリカまでわざわざ来たんだろう。一言。ジョー。55からのハッピーライフ。その地元はさ、もうやっぱり羽生と結婚した時に、もう街全体でおめでとうってなったんだって。それでさ、もうそんな守りきれないとかって言ってるから、もう怒り出しちゃって、とかね。あと、これもちょっとね、一理あるんだけど、フェミニストたちね、が、そもそも、結婚、もちろん一般人とかさ、そういうのあるよ。だけど、ね、そもそも結婚した時に隠すって何ですかっていうね。普通さ、愛し合って結婚したらもう本当みんなに言いたい。なんかだから結婚披露宴とかやるわけじゃん。みんなにお披露目って感じで。私この人と結婚したのを見て見てって。ね。で、ちゃってねえじゃんか。え？ だからやるでし ょ？やらないよ、別に。結構広いなんて、別にやんなくたっていいじゃん。まあ、それはいいの。私たちは特別だから。普通はやるわけよ。要するに、その女を隠すなんていうのは、もう、男尊女卑。もうそうね、そういうね、もういろいろいいやついるけど、ほっときゃいいね。私が思ったのは、結構、ナルシストで、なるちゃんだった。それはなるちゃんじゃないか。あんな仕事、あんなフィギュアなんてできないよ。それで全部結構、演出なんか、だって、なんかそこまで私あの人人気あんのかなっいや、て、すごい人気だったよ。そうなの？でもさ、すごい人気のさ、例えばだけど、キムタクとかさ、キムタク終わってっから。逆に今、キムタクは、逆に落ちてるから。まあ今はもう落ちちゃってるけど、でもほら、結婚した時はさ、すごかったから、それでも結婚してちゃんと子供もね、作って、普通に生活してるわけでしょ？幸せに。だからさ、そういう選択、別にね、離婚しなくても済んだ芸能人もいっぱいいるじゃん。だから、なんかちょっと不思議。やっぱり。だからこれいずれ分かると思う。本当のこと。今の段階でもう好きなこと言うやつもいろいろ言うんだよ。いち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 気にしてられない。そうですか。じゃあ、そんな感じで。まあ、あとね、もう一つの意見としては、メディアとかのせいで、愛する人と結婚できないというのってやっぱメディアのせいじゃんみたいに言う人がいて、もう本当やめてくださいみたいなね、ことを言ってる人もいました。日本のマスコミも悪いけどね。まあ、それぞれですよ。本当夫婦って、夫婦にしか分からない人があるなって自分の親とかを見てても分かったし、子供の俺でさえ分からないとかね、ところになるから、まあそこはそれで、で、夫婦それぞれっていうのは本当なんだなっていうのさ。今俺の友達、今回いろんな日本にいていろんな人たち会って、まあみんなね、年になってるわけじゃん。やっぱりいろいろ別れてるのもいれば、再婚してるのもいれば、ずっと仲いいのもいれば、本当人それぞれ。特に男同士って、女の人はどう知らないけど、あんまり家庭のこと話さないよね。特に奥さんのこととか。聞きゃさ、お前の奥さん元気って言ったらさ、お元気だよって。もうそれで終わっちゃうから。よかった。なんだ、それがなんか、いや、実はさ、で出てきた時って言ったら、奥さんが揉めてるだとか、奥さんが病気だとか、だからそういう場合よ。なれば、お元気だよって。何、夫婦なんかうまくいってんのって言ったら、まあ、それなりになとか、大体みんな言うわけよ。で、それで、まあ、問題なければいいけどね。これで終わり。子供のこともあんまり話さない。ちっちゃい頃は、子供のことを結構話すんだけど、子供がちっちゃい時ね。大きくなってんじゃん。もう結婚したりさ、孫がいるやつとかいるから。ちょっともう子供の話もほとんどしないよ。聞きゃ言うけど、その辺女の人と違うんじゃないかな。家庭の話がはん、あの、中心にならないのよ。ジョーが言わないからじゃない？違う違う。男同士はそう、家庭の話は中心に絶対ならない。それがなるのは、子供がまだちっちゃい、例えばこっちも結婚して、で、ちっちゃい子供がいて、向こうも同じような状態の時だけみたいよ。仕事と、あとね、まあ今はちょっとまた違うけど、ある時、ある10年ぐらいになると、このゴルフね。ゴルフのマイスコアいくつで回るとか、ハンディいくつとか、どこ行ったとか。最近多いのは、俺らの時代だからかもしれないけど、老後の話。
老後どうしようかっていうね。あと、親の介護がどうのこうのとか、その財産のことだね。その遺産のことだとか、そういうなんかこう、これから先の残りの人生どうしようかみたいな話の方が多いかな。あと、体ね。みんな体がどっかしらでも全部健康なやついないんだよね、はっきり言って。どっかしらなんかやっぱり来てるのよ、みんな。そうですか。わかりました。じゃあ、いい夫婦の日だっけ？それに思うことは、じゃあ、何ですか？皆さん人それぞれなんで、皆さんが思ういい夫婦とは何かっていうのを、って言わればいいんじゃないですか。そうだね。皆さんそれぞれうちは、こうだっていう、これでいい夫婦が保たれてるんですと思うんだったら、それでいいし、そんなもの言わなくたってうちは全然よくうまくいってるよとかね。思うんだったらいい、それでもいいし。そうだね。それで夫婦がさ、一つにまとまってればまたいいけどね。それがまたバラバラだったりしたら大変だよね。だからそれはいい夫婦じゃないから、ね。いい夫婦になる、その日をきっかけにいい夫婦になるように本当だ頑ね。張るとかね。そういうふうなふうに使うってもいいじゃないですやっぱりさ、知ってた？私さ、ちょっとさ、薄々、まあ知ってたけど、でも改めて、あ、そっかって、この間さ、ちょっと、腑に落ちたことがあったんだけど、ね、それ言っていいですか？ですか。結婚したらね、やっぱりね、幸せにならないといけないんだよね。幸せになる結婚じゃないと意味ないの。そういうふうにこの子は思ってて、まあそうな、基本そうなんだけど、そう思わない人たちもいるかもしれないしね。だからそう思わない人たちは、っていうか、要するに結婚してる状態が、何？どういう不幸せでも、要するに離婚はしないっていう人たちもいるじゃん。だけどそれは苦しいからさ、幸せじゃないんだから。だからやっぱり結婚するんだったら、幸せになるからこそ、だからね、違うの。条件として結婚するんだったら、やっぱり幸せでいないと、すごく辛いよっていうこと。ああ、そうね。そう。同じ結婚するんだらね。だから何を幸せと取るかなんだけど、そこはね。まあ、それまた夫婦それぞれだと思う。俺はね、人のこととかに、人は人だと思ってるわけよ。人がの価値観で生きていけばいいし、ただ人に迷惑をかけないように。ね。やっぱ、周りにそれをさ、うちはこうだからって言って、それを押し付けるだとか、あとそれをやることによって、周りが迷惑するだとか、そういうことは、ちょっと違うんじゃないの？そこは改善しなきゃいけないんじゃないのと思うけど、まあ、あともう夫婦それぞれ、何を幸せと思って、何がいい夫婦だと思うのかは、勝手なんて。俺はそういうふうにずっと思ってるわけ。人は人、自分たちは自分たち、それでいいじゃん。そうやって相手がね、一緒にそう思ってくれればいいよそう、ね。だからそういう相手で、を選べばいいわけだし、そうじゃなければ別れればいいわけだし、そういうことだと思うよ。合わないんだから。価値観が。じゃあ、それは、ジョーにとっては、そんなもんなの？そんなもんなのっていうよりは、だから、要はさ、頑張っても、どうしようもないんだったらば、価値観があまりにもずれるんだったらば、目指すところは違ってきちゃうじゃん。いずれば別れることになるの。別れるというか、別れなくたって亀裂が入るわけ。溝がもうどうしようもない溝が生まれるわけよ。だったらそんなどうしようもない深い溝が生まれる前に、もしかしたら羽生くんとこもそうかもしれない。それが気づいて、傷の仇を信じれば別れようと言ったのかもしれない。わかんないよ。だけど、そういうもんだと思うから。まあ、結婚する前にできれば、そういうのが分かって、結まあ婚ね。を、まで行かない方がいい、合わないんだったらいいんだけど。で、結婚しちゃったら、まあ、ある程度やっぱりそこまで。結婚っていうものをしたんだったら契約なんで。それをしたんだったら、やっぱ最低限、一生懸命頑張るべきだと思う。まあだからその一生懸命頑張るっていうのがその人によってさ、やっぱり度合いも違うしさ、度合いはやっ違ぱうんだすぐ諦める人はすぐ諦めるよ。し、恋愛のように、ね。結婚してもそれも恋愛の一つみたいになるんだったら、その人の価値観でだからね。それがやっぱり夫婦っていうのは、やっぱり二人が揃っていた方が幸せになるわけよね。だから二人が同じ価値観じゃないと、同じ価値観と同じ考え、同じ考えじゃなくてもいいんだけど、同じ価値観っていうか、
のところのある程度、目標、向かう方向性がある程度、例えば成果が全く違う。うん、ね。年齢も全然違う、うん。だけど、向かってるこの方向は一緒よっていうふうになってないと、苦しくなると思うよ。うん、そう、それでそこで違うと分かったときに、やっぱり努力がどれぐらいできるかどうかっていうことだと思うのよね。それはさ、やっぱりだから仮面とかいうのは、その努力を拒否してる感じするんだよね。まあ、やっぱり努力っていうのは辛いじゃん、やっぱり、そういうのって。いろいろ我慢してやる人もいれば、子供のために我慢してるっていうね、うん、やつも結構いるんだけど、もしかしたら子供にしてみればさ、うん、子供からしてみればもう、ね、そんな親で、なんていうの？目、ね、頭逆に、うん。子供も結構気づいちゃうからね。気づいてたりする場合もあるだろうし、うん、逆に、なんだろう、別れたってさ、自分の子供は自分の子供じゃん。そう。互いに会う人と、ね。またや直した方が、早くね、うん、いいんじゃねえのって思うけど。私はそう思うし、まあそうしてきたわけなんですけどね。そうね。なんかコミュニケーションが取れないっていうのが一番悲しいよね。友達。私はね、お友達に、いいな、ひとこさんところはラブラブで、お父さんと、じゃあ今日も楽しい一日を過ごしてねってみんなに言われたんだけど。私たちはラブラブなんでしょ？え？なんでしょ？なんで一人俺に聞いてんの？ラブラブなんだよね？ラブラブなのって言えない、言えないじゃん。自分で。なんで俺に聞いてんの？自分がどう思ってるの？まず。ジョーに聞いてみたいの、こうやって。だからそういうのは自分でまず言ってみなよ。え？いつも俺にさ、うん、質問形式で最初に投げかけるけど、うん、まず自分が言うべきだと思うよ。私幸せなの？そうでしょ？ジョーもそうでしょ？って言えないのさ。なんでそういう言い方しないの？ねえ、そうでしょ？ジョーが言ってよってこの子言うんですよ。言ってほしい。そうじゃなくて、まあ自分はじゃあどうなのよ。まず最初に、私ね、すごくこうで幸せなの。ね、ジョーも幸せでしょって言えばいいじゃん。じゃあそれ裏を返すとさ、不安だからそう聞いてんじゃん。だから不安に思うってこと自体が、だからそれさ、ジョーに確かめたいの。なんで思うのよ。だってジョーがいじめるから。いじめてないじゃん、先生。私たち大丈夫なの。私も今日は俺何のためにアメリカ来んだよ、この年で来てんだよ。そうでしょ？辛いんだよ、俺アメリカにいる方が。じゃあ、それはどうして？人子がいるから。じゃあ、じゃあ。人子がいるからアメリカまでわざわざ来たんだろう。本当？じゃあ、来てよかった？ん？来てよかったとか、来てよかったっていうよりは、一子に会えてよかったけど、一子に会えて、ね、暮らせること、うん、一緒に暮らせることはよかったけど、うん、まあ、できれば早く、日本でそういうふうに暮らしたり、暮らしたいねと思ってるけど。え？早く日本で、戻って、うん、老後は、早く。それ、ジョーにかかってるってことじゃん。え？ジョーがよ、ちゃんとそういう生活をさ、用意して、一子、日本で暮らそうぜ。俺についてこいって言ったら私も飛んでいくよ。任せる。うん。俺そのために頑張るしかないじゃん。うん。もうこのね、この生活をすべて。ということでね、それはこの YouTube をかかってるんですよ。すいません、皆さん。